おはようございます。北海道ギョーバチャンネル、ケンヤです。今回は、この丸山教授船の船底塗料、後ろ半分まだ下が濡らさってないので、それを塗装したいと思います。というか、本当はこんな動画を上げるわけではなくて、実際はですね、で桜マスズリ一応朝から浅め詰め攻めたんですけども、予報と違って波があったり、工事されてたり、波がなくても、釣れずにボツになったりと、本当にね、数々今日ボツにしたので、今日はちょっと漁師に燃えて、その船底塗料とか、この前外したドラムとかまで、研磨して塗装できたらいいなと思います。朝起きて7時間分、今日の僕の7時間はボツっていう、もうなんかショックじゃないですか。いいんですけど、はい。なので、それ今日の元を取りに行こうかなということで、丸山教授船と過去の船を、漁師への準備作業をしていきたいと思います。漁師に燃えてます。それでは行きましょう。これもしかして魚探か。あのガーミーと呼ばれる魚探のやつついてますね。これ先手取りに塗らない方がいいのかな。もう完成。これ見てください、こんな感じでついてます。違うな、空っぽだよ。空っぽだからこれに入れるんでしょうね。やっていいのかな、ちょっと連絡して聞いてみます。ということでですね、今ちょっと連絡したんですけど、やっぱりこれがガーミーのその、まあ、型枠というか、中は入ってないので、まあ、空洞なのでこれからつくんだと思うんですけど、まあ、今船底塗料塗ったら、まあ、仕事ができなくなるので、船底塗料は今日はなし。次ドラム行きましょう。動くよ動くよ。田舎あるある、車逆走の方向に止めてある。ドラムのとこまで、エビクニチョ漁師小屋に来たんで、このドラムをこの下錆びてるところをサンダーで削って、錆を取ってから塗装します。いいでしょう。サンダーとかさ、ドラムとかさ、最初分かんなかったけどだんだん分かってくるっていうね。これがサンダーって言います。まあこれで、これが回転して、まあ鉄とか切ったり磨いたりできると。普通やんないじゃないですか。じゃあ自分飲食でここ入ってるんで、ガンタロウで、ガンタロウのウニ丼屋さんとして入ったんですけど、いつの間にかもうこういう工事というのか、工具系もう全然できるようになってしまうっていうね。よいしょ。と思ったらですね、あのこの、さっきの鉄のブラシでやろうと思ったら、お父さんが来て、あの丸山教授のお父さんが来まして、そんなんじゃダメだと、これでいけということでした。ということで行ってみたいと思います。こんな感じになりました。これ以上限界ですね。最後のブラシやったらちょっと黒くなりましたけども、これはこのままペンキみたいです。ちょっと回したら、ここ削れちゃったら回らなくなるんで、いろんなものが、はい、こっちだけって感じですね。そして今これ錆止めを塗ってます。まんべんなくという話なんで、きっちりと
錆止めも塗り終わりました、こういう感じでこのホースは新しいのに変えると。はい、ということでこっちの今日のドラムの作業は終わりですね。削って錆止めを塗ったという感じです。なので次は、台を、これを置く台を削りに行こうと思います。まあ、そこでなんですけど、さっき台を作るときにエンジンもつくんですけど、そのエンジン油圧をつけるときの台とこのドラムをつける台が一緒にするということになったので、さっきの話し合いで、それを一回ちらっと見てきたいと思います。はい、ということで移動してきました。というかこれすごくないですか、ここをこうやってマスクしてて、ここでわーって粉塵が飛ぶんで、ちょうどここにラインが、なんだ、粉塵ラインが有害でしょうね。台はこういう感じです。はい、ここですね。ここにドラム、さっき錆止めを塗ったあの機械に、機械を乗せると。でこれから来る油圧システムという油圧を乗せる台もこっちに来ると。でまあこれ別々にするんじゃなくて1個の台にしてもらいますということですね。はい、という感じで台は一緒になるみたいなので、まああとは多分すぐ来ると思うので、その時にまた立ち会って、まあ、高さ調整して、そのロープを巻く高さなんで一応結構重要なと思うんですよね。その高さ調整を立ち会って、まあ、高さ決めてもらうという感じです。まあ、漁師の仕事は今日はこんな感じで終わりますね。まあ、あと午後から少しこの前ドラムを外した原油丸の、まあ、解体、少し中まだ物が残ってるので、ロープだったり木だったりいろんな道具が残ってるので、それを掃除して、あとはカレーを車庫端から札幌に運んだりする感じですね。なんか今日はいつの間にか自分の一日の仕事の内容になっちゃいましたけども、まあ、一応、朝起きて4時間棒に振った賢也の、一日でしたね。はい、それではこういう感じで今日の動画はここまでです。それではまた。